2018スバルスペシャルファンミーティングということで、今日は恵比寿にやってまいりました。実は今年ですね、レーシングスーツが新調されまして、皆様にお見せしたいというふうに思います。それでは山内選手でお見せしたいと思います。じゃじゃんじゃじゃん、2018年バージョン。今年はあれですね、ARD になったんですね。はい、どうですか、着心地はどうですか。いや、すげー薄くて、はい、全然気持ちいいですね。気持ちいいですか、はい、やっぱりあれですか、2018年の新しいスーツに袖を通すとやっぱ新規点気持ちいい、気持ちいい、ね、入りますか。気持ちいいですね。じゃあ頑張っていかな、開けまへんな。何やろ、ちょっと次は2018年井口タクトバージョンと見せかけてもう一回自分で。なんでやなんでや。じゃーん、じゃーん、かっこいい、かっこいい、嬉しい。心も入ってますし、スポンサーさんも入ってます、いっぱい入ってますんで、今年は頑張ります。撮影会を新井さん、はい、次は新井さんなんです。はい、じゃあ来ます。新井さん、いっぱい貼ってんね、みんな。なんか抜いちゃったよ、私。抜いちゃったんすか。あんまり載せないように。新井さん、それ今年用のスーツですか。そう、今年用のスーツ。こういうの、新井さんの名前見て、新井、新井どこ撮ってるの。新井を動画出せないですけど。なんだ、ないじゃないか。いや、新井さんのもかっこいい、かっこいい、かっこいい。やっぱいいね、スバルは。まさかかっこいい。いや、これはね、結構前から持ってたの。あれで、ようやくこう使う時が来たっていう。 GoPro をね、こんな使い方しかできないけど。あ、今撮ってる。みくちゃん元気。みくちゃん元気です。みくちゃん鼻くそ出てる。出てないです。ちょっと鏡行ってこいよ。トイレ行ってこいよ。トイレ行ってこいよ、嘘つけっていう前に。トイレ行ってこい。はい。おお。危な。危な。ちょっとご相談改めて。めっちゃ笑ってます。いや、立てます。これなかったら最高だ。おお。聞いてます。大勢に取れました。これもう。ええー。すいません。あっち向いた方がいい。ごめんなさい。はい。最初はグー、じゃんけん、ほい。あっち向いて、ほい。普通に負けたって。これからステージです。こんにちは。3倍ぐらい走行テストやってまして、まあそのたびに辰巳さんが難しい顔になったり、穏やかな顔になったりしてみて、まあ、最近は非常に穏やかな感じなんですが、車が走るたびではないかな。まあ分かります。気になるところは3回目と思うんですけども、その辺も含めまして山内選手、今シーズンいかがでしょう。はい、今年鈴鹿が1000キロなくなってまして、短くなるんですけど、まあ、確実にやっぱそういう得意なコースをしっかりとって、逆にその富士で長いレースがあるので、まあ、そこでいかに僕たちが、しっかりポイントを取ってつなぐかというのが大切だと思うので、まあ、この後富士のテスト続きますけども、しっかり、そこは見極めて、いい車にしていきたいなと思います。We'll be right back.